皆様こんにちは、リアム・アレクサンダーでございます。ということで今回も MLB 女子オーサム系の実況をやっていきましょう。今回はですね、前回に引き続きミネソタで、2連戦やっていきたいと思います。ということでちょっとですね、前回ポイントの方を話してたんですけども、1000ポイント買ったので早速能力上げていきたいと思います。 OK、 これでねちょっと能力が下がるのを下げて、ちょっと453はこのまま取っておきたいと思います。では早速やっていきましょう。2番 DH、 いつも通りですね、行きましょう。いや、ホームランはミゲルさんの20本、揺るがないですね。ヒゲがすごいっすね。これどこまで伸びてんだよ。始まるんですね。 OK、 行きましょう。本日もターゲットフィールドから行きましょう。さて、よし、次は甲子園ね、集中ね。どうだ。あー、くそ。さあ2打席目、もう趣味ないからガンガン来るよ。集中して。ボールか今の。ああボールか。これはボールですね。OK、見分けができてる時は調子いいから。いいよ、調子いいよ。だあ、ちょっといやーさあ、はあ、よし、 OK、 いいね。セカンド止まりだね。 OK、よいしょ、セカンドストップ、オッケー。いやー、10試合連続ヒット、いいですね。初めてかな、こんな達成したのね。素晴らしい。コツコツ積み上げていきましょう。いいねー。こういうストリーク記録もね、しっかりと伸ばしていければなと思います。まあ、4打席回ってくる可能、まあ、大体、まあ、どうだ、まっすぐね。まあ、必ず回ってくるのは3打席、4打席回ってくる、必ず回ってくるというわけではないんですけれども、まあ、ほぼ4打席回ってくるので、その4打席の中で1本でも出れば、このストリーク記録は続くのでね、しっかりとね、集中して、頑張っていきたいですね。素晴らしい、だ深いね、守ってるの、セカンド深いね、いい位置にいかないとね。残念。さあ来ました、3打席目。ピッチャー変わらずやね。これは詰まったかな。ああ詰まってるね。さあ4打席目、ここもうちょっと行っておきたいところでありますけど。いや、すげえカーブ。いやー、まっすぐ待ってんだけど来ないな、くっそ。いやー、これもう何ですか、簡単に抑えられちゃったな、今の。手が止まらないよね、あそこのチェンジアップ。いや、オッケーオッケー、勝った、チームは勝利。ただ、あ、AJ リード以上ホームランってんじゃん。ただ私一本ですね、よろしくない。いやー、まあでも一本打ったら最低限の仕事はできてるんですけども、点に結びついてないからね。うん、あっけなくてちょっと1試合が終わってしまいましたけど、このまま2試合目もいきましょう。うわ、あ、JT リドルじゃん、やった、嬉しいね。3割2分0厘とちょっともうすぐ切っちゃうな、まずいな。2試合目行こう。うわ、あ、来た、1番、珍しい、1番。1番珍しいですね。ライト誰がいんの？あ、ライト俺か。DH にフレイジャーか。なるほどね。OK、サード誰が出ちゃう？ブレグマンか。
よし、先頭打者ですね。やった。これちょっと打席数、先頭打者のいいところっていうのは打席数が一番多く回ってくるので、まあその分、ごめんなさい、ケープです。その分ちょっと打率が落ちる可能性はあるんですけども、逆にね、打席待ってくる分打率上げるチャンスでもあるので、しっかりとね、ここは集中して、最後のミネソタ4連戦最後の試合しっかり頑張っていきたいと思います。行きましょう。よし、集中していこう。まずは先頭打者、チャンスメイク。クワサゴチンシデーゲームですね。じゃなくてね、空振りはね、ないと思いますね。これはもうここで明言します。空振りはない。よし。We'll be in the 80s later this afternoon, but for now, 79 degrees at first pitch. やべえ、空振りするとこだった。危ねえ、今危なかった。いや、危ねえ、何が空振りないって言ってんだから、ちゃんとやって。危ねえ。危ない。ちょっとマイクがずれる、危ない。危ない。サークルチェンジ連投だな、おい。しっかりしっかり。ファストボール系ちょうだい。ファールかな？切れる？よし、OK。まだわからん。だー、惜しい。いい、くそ。さあ、2打席目。うわ、犠牲フライでもいってんだね。ここはしっかり点取りたい。チェンジアップ打ちにくい。どうだ、犠牲フライには十分だろ。いったんじゃないか。あー、惜しい。なんだあそこの中出っ張ってんのよ。いや、惜しいな。 OK、 OK。 でも11試合連続ヒットですね、これで。 OK。 まっすぐだね。うわー、とちょっとだよ、角度がね、ちょっと低かったかなっていう感じですね。いや、でも OK、 ツーベースですからね。 OK、 OK。 とりあえず同点落ち着いたかな。うやべ、あー、終わった。あ、セーフ。危ねえ、よかった、それてくれて。終わったとか言っちゃって危ない、本当に申し訳ない。いやー、打球の判断誤ったのか。集中しないと、そういうところは。これはツーアウトだからね。アウトローがいく。入る？入らないか。もし、さあ、もうピッチャー勝っちゃってるかな、3打席になるときは。いや、まだ投げてるね。よし、OK。まっすぐありますね。OK ですよ。若干ちょっとランナー警戒してるのかな。クイックだね。今普通に投げたね。さっき1球目クイックだったんだけどね、今あれかちょっと牽制っていうか、あのウエスト気味だったのかな。おい、やっぱ牽制中ね。いやー、ちょっと警戒してたんですよ。抜けろ、まずい。ガー、まずいね。お、久々だね、守備。ちょい左目に、まあまあ守ります。 OK、 目の前。待って待って、しっかりしっかりしっかり。 OK、 OK、 OK。 危ない。お、まだ来るか。もうやっぱちょっと左目に。いや、矢印出てくる、左目に。どこで、やべえ、間違えた。危ない危ない、大丈夫大丈夫大丈夫。危ねえ、どこ一瞬分からなくなっちゃった。バットだな、これ。バットっていうのは、なんつうの、プアだね、プア。
守備多いですね、いいですね。守備多いと結構ポイントが加算されるというかね、多く手に入るので嬉しいですね。逆いっちゃったよ、もう何してんだよ。申し訳ない。早足94だって。バッティングしっかり。おーい、てかこのスタジアムすごい高いところで客席ありますね。どうだ、意外と落ちてこないぞこれ。いやー、いや落ちてこなかったんだよね今、意外とね。オッケー、2桁、人生初の2桁ホームランですか。いや嬉しい。オッケー、この新人王のね資格がある時にやっぱりこれだけ出場させてもらえるってことは、出場機会をくれるっていうのは嬉しいことですね。421フィート、第15号、左中間、右中間、深いところに持っていきました。球種がまっすぐですね、球種ね、低めまっすぐかな。いや伸びてくれた、嬉しい。うわいい、そこ高いところ行ったね。 OK、 先頭打者としての仕事をね、守備だね。同点か、勝ちたいなこの試合。うわこれは一旦行っちゃったか。あーなんだよおい、ツインズっていうか。うわこれ持ってっか、伸びてるね打球が。はあ、まだ守備ね。 OK、 いいよいいよ、次はちゃんと通るよ。 OK、 ほぼ動かず。はい OK、 もう一回回ってきてくれないかな。来ましたね5打席目、よしチャンスメイク、よし OK、 しっかりチャンスメイク、絶対同点をつく。うぃ、ちょっとタイミング早かったね。どうだ、いやーなんかくそー、追いつけ、あーくそー。いやただ、まあ、5打数の2安打ですか、ホームランも1本出ましたので、個人的には悪くはないかなという感じですね。OK、ストライク記録も続いております。よーし、OK、伸びがね、気持ちいいもんですね。ということで、皆様、今回もご視聴ありがとうございました。Twitter の URL が概要欄に貼ってあります。ぜひ URL をタップしてフォローしてみてください。ということで、3割2分2厘と。これちょっとポイントは矢印で出た時用に取っておこうかな。わあトレンドついたね、嬉しいことですね。ちょっと私のスタッツ見ましょうか。2019年、あと4試合でもうすでに、まだ6月ですか、今6月ですけど、もうすでに去年の出場試合数を越しそうですね。いや、すべてにおいて成績上回ってるな、去年の。あ、まだ打率がちょっとね、まだ低いけど。まあ、ただですね、素晴らしい、いい成績残ってると思います。このまま頑張っていきましょう。ということで、待って、AJ リードみたい。あった。あ、リード MLB でしょ？リードどうしてんの？ 20 試合、2ホーマー、23で2割9分1厘か。まあ、頑張ってるね。ね、何様だっていう話ですけどね、本当申し訳ございません。一緒にね、1年目、WA を一緒に戦った仲間なのでね。さあ、特に見るもんないかな。正弘田中が頑張ってる。いいね、ルーキーオブザイヤー1ですね、私が。あとは、ちょっとライトの守備は。あ、違う。ないですね。はい、ということで、次回は、ホームに返す。久々だね、本当に。久々ホームですか。ホームですね。
ホームに帰りましてアトランタブレーブスとの、2試合頑張っていきたいと思います。ということで次回の MLB 上昇戦向きの実況でお会いいたしましょう。さよなら。